これは投稿者と投稿者の家族が夏休みの旅行の様子を YouTube に上げるために撮影をしていた時の様子である。投稿者は軽い気持ちで訪れた貸し切りプライベートビーチで子供たちと愛犬のドーベルマンを放し飼いにして海岸で遊んでいたという。遊んでいた時は何も感じなかったという投稿者であったが、後日撮影した動画を編集していた時に何とも不可解な音声が入り込んでしまっていることに気づいてしまったという。後に気づいたことだが、このプライベートビーチにはある秘密が隠されていたのだという。我々は投稿者に詳しい話を聞いてみることにした。あの時の動画を編集していたんですけど、なんか一部分だけすごいうめき声みたいな声が聞こえて入っておりまして、それが編集して何回も聞き直してすっごい気持ち悪いなって、最初はなんか雑音かなと思って聞いていたんですけど、あるいはなんかママの声が入り込んじゃったのかなと思って聞いていたんですけど、何回も聞き直していくにつれて、ママの声と違う、なんか、うめき声みたいな、なんかすごくかすれた声が聞こえて、すごい怖いなと思って、で、何回も何回も聞いていたら、だんだん言葉が、になってるな。助けてって、助けて。を求めるような声が聞こえて、問題の箇所を見ていただこう。家族の愛犬ドーベルマンが撮影者を横切ろうとした時にその声は聞こえた。お分かりいただけただろうか。まるで断末魔のようなうめき声で助けを呼んでいるような、そんな声に聞こえる。本当怖いからどうしてもそこだけは使わないんでしょうっていう。僕ら遊んでいた時は何も気づかないで遊んでいたんですけど、そこのプライベートビーチの持ち主の人から後で聞いた話によると、なんか近くの崖が視察の名所になっているらしくて、よくそこの海岸に死体が流されるみたいなんですよ。警察の人とかがいつもそこからなんか出入りして死体を引き上げるっていうような話を後から聞かされて、そんなところで遊んでたのかっていう、そんな気持ちになったんですね。でも遊んでいる時は何も感じなかったから、僕らもなんか別にっていうふうに思っていたんですけど、これは後日談なんですけど、僕ら毎月お寺に行くんですね。お寺に行っていつもその住職の人とお話をするんですけど、その日なんか僕と顔を合わせた住職がすごい剣幕で、お前またそんなたくさん幽霊を連れてきてみたいな感じで思いっきりバチン背中叩かれたんですけど、そのちょっと払ってもらったんですけど、その時はなんか全然何が原因でそんなに連れてきてしまったのかっていうのは本当わからなかったんですけど、後で編集してる時のあの声を聞いて、あ、この時のこと言ってたんだなっていうふうに思ったらもっと怖くなっちゃってる。それでもやはり撮った動画なので YouTube でアップロードしないといけないじゃないですか。だから YouTube にアップロードしたんですよね。そしたら視聴者の人から一人コメントが入って、みんな触れていないけどこの映像にたくさん映ってますよみたいな、気をつけて
気をつけてくださいってコメントがあったんですね。気をつけて。そうか、僕本当に怖くなっちゃって。何を気をつけた。このプライベートビーチの持ち主に後から聞かされた話の通り、崖から飛び降りた自殺者が霊となって桃がき苦しみ助けを訴えている声をカメラが拾ってしまったとでも言うのだろうか。